こんにちは、ケンドクです。今日は、飲酒のデメリットに関する最新研究を5つ紹介したいと思います。飲酒は楽しいですが、健康に影響を与えることもあります。飲酒はどのくらいが適量なのでしょうか？飲酒は認知機能や睡眠にどう影響するのでしょうか？これらの疑問に答えるために、最新の科学的な研究結果や事実や統計をもとに、飲酒のデメリットを解説していきます。この動画を見れば、飲酒に関する最新の知識が深まり、禁酒やお酒の量を減らす役に立つでしょう。それでは、早速始めましょう。1、飲酒は百薬の長のはずでは、少量でも NG の最新事情。まず最初に紹介する研究は、2018年に医学雑誌ランセットに掲載された2つの研究です。これらの研究は、適量なら OK という考え方を覆すもので、飲酒者にとって衝撃的な報告です。一つ目の研究は、死亡リスクを高めない飲酒量は、純アルコールに換算して週に 100g が上限であるというものです。これは、日本ではビール中ジョッキ約2杯分です。この量を超えると、なんと死亡リスクが急激に上昇します。2つ目の研究は、健康への悪影響を最小化するなら飲酒量はゼロがいいというものです。飲酒は、心臓病や脳卒中などの循環器疾患だけでなく、癌や肝臓病などのリスクも高めることが示されました。この研究結果を聞いて、皆さんはどう思いますか？飲酒をやめる気になりましたか？それとも、少量なら大丈夫だと思っていますか？コメント欄で教えてくださいね。2、アルコールと循環器疾患に関する最近の研究成果。次に紹介する研究は、アルコールが循環器疾患に与える影響について詳しく解説した論文です。この論文では、少量中等量の飲酒は、虚血性心疾患や虚血性脳卒中などの動脈硬化性疾患のリスクを低下させることが示されています。これは、アルコールが血液中のコレステロールやトリグリセリドを減らし、血小板凝集を抑制し、血管拡張作用を持つためだと考えられています。しかし、高血圧や出血性脳卒中、不整脈や心筋症などのリスクは増加させることも示されています。これは、アルコールが血圧を上昇させたり、心筋細胞を障害したり、心電図異常を引き起こしたりするためだと考えられています。また、飲酒量によって個人差があることや、飲酒者が非飲酒者よりも健康的な生活を送っている可能性も考慮する必要があることも指摘しています。この研究結果を聞いて、皆さんはどう思いますか？飲酒は循環器疾患に良いのか悪いのか、はっきりしないですよね。飲酒の影響は、個人によって異なるので、自分の体調や病歴に合わせて飲む量を調整することが大切ですね。3、節度ある適度な飲酒とは？3番目に紹介する研究は、飲酒の基本的知識や健康障害の原因となる飲み方。病気にならないための飲み方などについて言及した論文です。この論文では、飲酒による健康への有益な影響は限定的であり、過剰摂取や断続的摂取は有害であることを強調しています。また、女性や高齢者、アルコール代謝能力が低い人はアルコールに対する感受性が高いため、注意が必要であることも述べています。この論文では、節度ある適度な飲酒とは何かを定義しています。それは、以下のような条件を満たす飲み方です。飲酒量は1日当たり純アルコール 20g 以下男性、10g 以下女性である。飲酒頻度は週に5日以下である。飲酒速度は1時間当たり純アルコール 10g 以下である。食事と一緒に飲むか、食前、食後に水分を摂取する。飲酒前後に運動やストレス管理を行う。飲酒しない日を設ける。皆さんは自分の飲み方は節度ある適度な飲酒と言えますか？もし、条件を満たしていない場合は、今日から改善してみましょう。健康のためには、飲む量だけでなく、飲む頻度や速度、タイミングなども重要ですね。4、飲酒量と認知機能低下、認知症発症リスク。4番目に紹介する研究は、飲酒量と認知機能低下や認知症発症リスクとの関係についてレビューした論文です。
この論文では、多くのメタアナリシスでは、少量中等量の飲酒が認知機能低下や認知症発症リスクを低下させることが示されていますが、そのメカニズムや因果関係は不明であり、さらなる検証が必要であることを指摘しています。また、飲酒量の定義や測定方法、研究デザインや品質などにも問題があることを示唆しています。飲酒が認知症のリスクを高めるようなイメージを持っていませんでしたか？飲酒は認知機能や認知症に良いのか悪いのか、はっきりしないんですね。飲酒と認知機能の関係は、まだ解明されていない部分が多いので、今後の研究に期待しましょう。とはいえ飲酒は他の健康問題を引き起こす可能性もあるので、過信せずに節度ある適度な飲酒を心がけることが大切ですね。と、飲酒と睡眠の関係。最後に紹介する研究は、飲酒が睡眠に及ぼす影響についてレビューした論文です。この論文では、飲酒は入眠を促進するが、睡眠の質を低下させることが示されています。飲酒はレム睡眠を減少させ、ノンレム睡眠の深さや持続性を低下させます。つまり簡単に説明するとすぐに眠りにつけるが、深い眠りにはつけず眠りが浅くなるということです。また、飲酒は睡眠時無呼吸症候群や悪夢などの睡眠障害の原因や悪化因子となることもあります。飲酒は睡眠のリズムや構造に影響を与えるため、健康的な睡眠を得るためには節度ある適度な飲酒が必要であることを示しています。この研究結果を聞いて、皆さんはどう思いますか？飲酒は一見リラックス効果があるように見えますが、実際には睡眠の質を低下させることが分かりました。睡眠は健康や美容にとって重要な要素ですから、飲酒によって妨げられたくないですよね。飲酒する場合は、寝る前数時間は控えるか、少量にすることがおすすめです。以上が、私たちが見つけた飲酒のデメリットに関する最新研究です。いかがでしたか？飲酒に関する知識が深まりましたか？飲酒は楽しいですが、健康に影響を与えることもあります。飲酒は適度に楽しむことが大切ですね。それでは、今日の動画はこれで終わります。皆さん、最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が気に入ったら、チャンネル登録と高評価をお願いします。コメントもお待ちしています。次回の動画もお楽しみに。それでは、また会いましょう。